こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。初心者でもオーストラリアアマゾン室なら稼げる3つの理由。オーストラリアアマゾン室を始めましょう。今からネットを使って稼ごうという初心者が稼ぎやすいのはオーストラリアアマゾン室。なぜオーストラリアアマゾン室なら初心者でも稼ぎやすいのか。その理由は3つ。1つ。 オーストラリアは物を売るのに理想的な場所です。オーストラリア人は世界一の金持ち。物価が高く、金遣いも荒いです。二つ。日本は物を仕入れるのに理想的な場所です。30年間変わらぬ物価と人件費。日本で稼ぐのは大変ですが、仕入れの場所としては天国です。三つ。始まったばかりでライバルがいません。 初心者でも稼げる今がチャンスです。勝ちやすい場所を見つければ稼げます。これは一風堂。ねえー、ラーメンの一風堂、まあ。日本でも食べたことある方多いと思いますけど、海外では日本以上に流行っています、まあ。一風堂っていうラーメン屋は、まあ、まずくはないが、まあ、すごく美味しいわけではないと。 一風堂は高くはないけどすごくお得な価格設定でもない。一風堂のサービスはまあ悪くはないが良くもないと。まあ日本で勝負をすればあまりパッとしない良くあるラーメン屋。しかし海外の一等地に出店すればおしゃれな日本食であるラーメン日本代表。まあ連日大賑わいです。一風堂が日本一美味しいラーメン作りにこだわっていたら株式上場は無理だったと。 株式上場してますから、ニップ同今ね。それからユニクロ。ユニクロに至っては、まあ、激戦地のアメリカで、まあ、巨大企業ギャップに真っ向勝負を挑んでいたら今日のユニクロはないと。まあ、アメリカ、あんまうまくいかないこと多かったですけど、まあ、逆にね、勝てる場所で、他のヨーロッパとかね、アジア、オーストラリアなんかで、 えー、勝負して勝てる場所でどんどん店出していったんで業績回復したというのがあります、まあ、それからドン・キホーテドン・キホーテもね、えー、創業時はねまあ基本的に日本人相手ですけど、まあ、今やもうドン・キホーテで買い物してる人の割合がすでに日本人より海外の方の方が多いですしもう買ってる量を見るとね、えー、全然比較にならないですおそらく あんまり日本人は利益には貢献してないんじゃないかなというぐらい、ねあの、中国の人とか爆買いですね。本当に爆買いしてますね。これも日本人をメインターゲットにしてたら今の役進はなかったと。まあ、何しろ、日本のこの、えー、経済の陥没ぶりというかね、没落ぶりというか落ち込み具合はもうものすごいです。平成元年、ね、平成元年の 世界の時価総額ランキング、世界の株価の時価総額ランキングにこのように日本企業だらけだったわけです、ね、このオレンジになっている日本企業ですけど、まあ、それが平成30年、30年後にはもう日本企業、トヨタ自動車1社しか入ってないと、上位50社にね、あとはもう、えー、ほぼ衰退、潰れちゃいないけども衰退著しいと。 合併しないか、銀行何んに至って合併しないかね、生き残れないので、もう名前残ってる銀行ないですしね。まあ、そういうふうに、まあ、過去30年間は日本はもう本当に止まったというか、転げ落ち続けた30年間だったと。まあ、日本市場に一点張りの戦略は巻き戦の戦略で。今の戦力でも勝てる場所と戦い方を見つけるのが戦略。まあ、戦略なくして勝利なしということでね。 強い相手と戦って、まあ、残念ながら負けると。それでもね、ね、えー、実力を向上させて、まあ、修行とかトレーニングで実力を向上させて、逆転勝利すると。これはあの、漫画の中の話。まあ、現実にはね、えー、弱い自分が努力している間に強いライバルはもっと強くなるというのがあるんでね。まあ、この動画を見たまつ井室やろうかなっていう人が、 10歳以下の人がもし見てればね、その人には当てはまらない話ですけど、まあ、少なくとも10歳を超えた方、まして20歳を超えた方ならね、今ね、今勝てる、今の自分の自力で勝てる場所を見つけないと、まあ、資格を身につけてとかね、能力を身につけてとかいうので、えー、強いライバルに勝って自分がどんどん稼ぐというのは難しいです。儲けたいなら、今の戦力でも勝てる場所、戦い方を見つけるのが必須。 輸出ビジネスなら日本語ができるということと日本に住んでいることが強みになります。これオーストラリアのアマゾンの倉庫。これはメルボルンの倉庫ですけど、シドニーにも去年の9月に稼働しました。人口は少なくても購買力旺盛なオーストラリア。シドニーで暮らしていた私はオーストラリア人類の豊かさ、あるいは金遣いの荒さがわかります。 しかし、一般的な日本人は、オーストラリアの消費力を低く見積もりすぎています。何しろ、ボクシングで1日だけで2000億円売り上げます。1日2000億円っていうのは、あの、日本でいうと三越伊勢丹ホールディングスの、え、年間売り上げ1兆2000億円ですからね、え、その、え、2ヶ月分の売り上げが1日で上がっちゃうということです。 そんなオーストラリア市場で日本商品を販売するには、アマゾンを使うのが一番。というか、アマゾンがなかったらね、オーストラリアの仕組みだと、販売して儲けるというのがね、やりにくいです。なぜなら、あらゆるコストが高いし適当すぎるから、アマゾンというかっチりしたシステムに乗せることによって初めて、オーストラリアで日本商品を売って儲けるということが可能になります。そのオーストラリアアアマゾン、もうバブルは発生間近です。 これは、え、先月、会員さんにいただいた相談。ね。最近、アマゾンに何か変化ありましたと。ここ1ヶ月ぐらいずっと塩漬けになっていた商品が立て続けに売れていますと。もう、この方は、え、1年近く、ね、オスーストラリアのマゾン取り組んでますけど、初めの頃入れて全然売れてなかった商品ね。もうそろそろ捨てようかなとかね、値下げもっとして損切りしちゃおうかなと思ってた商品が、ここ1ヶ月パタパタ売れてきたと。 まあこれは徐々になんですけど利用者が増えてます。それとこの会員さんの取引件数が増えて優先的に表示される機会が増えたのではないでしょうかというのでね後から話しますけど売れれば売れるほどアマゾンは売りやすくなっていく仕組みですそんなアマゾンねアマゾンと一口に言っても日本にもアメリカにもありますただアメリカやアメリカアマゾンや日本での物販はもう下りエスカレーターに乗るようなものですアメリカアマゾン 日本での物販は売れていた商品がライバルの出現や市場の縮小で売れなくなっていきます。だからね、えー、今日、えー、今ね、今月月間100万円売れてたと喜んでたらね、えー、来月90万、再来月80万というふうにどん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 落ちていって、売り上げ落ちれば当然利益もなくなるというような形になります。一方、オーストラリアアマゾンは上りエスカレーター。オーストラリア,アマゾンは売れなかった商品が、 利用者ののの増加とのシステムの進化で売れていきますこれどういうことかというとねまだ10万しか売れてないなと思ったのはね、まあ、10万円売れてる時の商品をただ補充してただけなのに、まあ、どんどん売上げ増えていってあるいは10万20万30万あるいは100万というふうにねどんどん売上げ増えていくとなぜならオーストラリアアマゾンの場合はまだシステムも輸送システムも貧弱なんでねそれが今後どんどん補強されていけますしライバルがいないと。 アマゾンの中のライバルもいませんし、オーストラリアの場合は、えー、日本でいうところの、えー、ヤフーショップなのね、えー、楽天なの無数のネットショップっていうのはほとんどないと。ね、アマゾン買い物するならアマゾン一択みたいな状況に今後オーストラリアアマゾンになりますんでね、まあ、そうなるとますます儲かります。さらに出品者を増やそうということでね、今オーストラリアアマゾン、FBA を使ってくれた人には、えー 手数料を全部バックするよと、出品して FBA 使ってよというお誘いが来てます。一方、アメリカアマゾンや日本アマゾンは出品者が飽和してます。オーストラーアマゾンは出品者が足りないと。そんなオーストラーアマゾンでやることはもうとても単純です。大変なことはアマゾンがやってくれます。まず、ネットショップ作り不要です。ネットショップを作る必要はありません。アマゾンを使います。集客もする必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。 売り込みも不要です。全部 Amazon がやってくれます。入金確認も不要です。入金確認する必要ありません。全部 Amazon がやってくれます。商品が売れた後の梱包。梱包もやる必要ありません。全部 Amazon がやってくれます。それから発送も不要です。全部 Amazon がやってくれます。クレーム処理も不要です。クレーム処理する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。それから返品の受付も不要です。 返品受付をする必要ありません。全部 Amazon がやってくれますそうなるとねじゃあ何やるのってことなんですけどあなたがやることは買い物した商品を Amazon に送るだけ、ね、そしたらあとは全部 Amazon がやってくれます Amazon のシステムはここまで進化してますだから売れますさらにね AmazonGo というとこの実験これまあものすごいんですけどね、えー、デジナシ無人スーパー これ AmazonGo のアプリをインスタトし、インストールしたスマホを入り口でかざせば、あとはただから好きな商品を取ってそのまま店外に出るだけと。えー、だからね、もう超スピーディーに買い物できます。わずか10秒で欲しい商品だけを手に入れることが可能と。これわずか10秒で買い物できるわけは、飲み物やサンドイッチなど、それだけは目当てとなりやすい商品は入り口近くに配置されている。そして AmazonGo の仕組みは、商品にタグをつけて読み取っているわけではないと。 天井に設置されたカメラや商品棚のセンサーが利用者の行動と商品の動きを追跡。利用者がどの商品をいくつ店の外に持ち出したかを AI が判断し、事前に登録したクレジットカードで決済すると。Amazon Go の技術は誰が何を買っただけでなく、どういう順序で手に取ったかまで全て把握できる。さらに、一度手に取った商品をどういうタイミングで返したのかという行動まで徹底的に分析できる。 アマゾン号の仕組みは、アマゾンがオンラインの仕組みでやってることの応用だけど、実店舗のアマゾン号で行ってることの方が解説しやすいので、解説して理解しやすいのでシェアしました。ここまでのことをね、アマゾンはもう全部、あの、ネットショップの中にも入れてます。IT 技術に関してのアマゾンのライバルの、ライバルになり得るのは Google ぐらいと。しかし、膨大な倉庫と流通網を持ってるアマゾンに、 今から追いつくのは困難。Google といえどもね、物理的なその倉庫だ、工場だ、倉庫だ、えー、流通システムだっていうのは、まあ、ちょっと、えー、すぐには用意できないと。アマゾンがその物販に関する、えー、ネット、ネットの、まあ、仕組みを提供して稼ぐというのはね、ほぼ盤石の体制になっています。 この仕組みを誰でも利用できるから、初心者でも Amazon 室なら稼げるわけです。そして、今すぐオーストラリア Amazon ア室を始めるべき理由は3つ。1つ。Amazon は実績重視、新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は、新規出品者はなかなか売れません。取引実績がある出品者は出品可能。 しかし、新規出品者は販売許可が必要という商品も出てきています。それから初めの頃は間違いも多めに見てもらいます。三つ目、初心者でも稼げる今がチャンスです。